ルイピエール・グラチオレルイピエール・グラチオレは、フランスの解剖学者、動物学者。1815年に、フランス南西部ジロンド県の小村、サント・フォア・ラグランドで生まれた。イジドール・ジョ・フロワ・サンティレールの後に、パリ大学理学部の動物学の教授を務めた。グラチオレは1815年に、フランス南西部ジロンド県の小村、サント・フォア・ラグランドで生まれ、 パリでアンリブランビルのもとで医学を学ぶ。1842年から1853年まで、フランスの国立自然史博物館に研究助手として雇われる。1844年から1850年まで、パリ大学で解剖学についての講義を行う。1853年から1862年までは、同大の解剖学研究の代表となる。 そして1862年から1863年まで動物学講座の教授代理を務める。周囲のサポートが得られなかったため教授になるのは遅くなった。1963年に教授のイジドールジョフロワ・サンティレールが死去したことに伴い教授となる。その2年後の1965年没。当時グラチオレの研究は 非常に低い評価しか受けられなかった。また、金銭的にとても貧しく、苦しい人生を送った。グラチオレは、神経解剖学、人相学、形質人類学といった領域での研究で、知られている。中でも霊長類の脳の比較解剖の研究が有名である。グラチオレは、人と他の様々な霊長類の脳の間の差と、類似性を精力的に研究し、 そこで得た知見をもとに、歴史上初めて大脳を5つの農用に分けて、記述した。またグラチオレは、大脳の中にある、視覚情報を運ぶ長さ十数センチの白質繊維の、集まりである、四方線、について、初めて記述したことでも知られる。ここから四方線は、グラチオレ方線とも呼ばれる。ポールブローカと共に、 全頭洋と失語症の関係についての研究も言った。しかしグラチオレはブローカが主張していた体積の大きい脳が高い知性を持つという考えに対しては批判的であった。ちなみにブローカとグラチオレは共にサントフォアラグランド生まれの同郷である。ありがとうございます。